コキリキ、今日は罠を持ってどこへ出かけるんだということで、はい、はい、ということで、以上終わりました。今日はこのぬかを持って、はいはい、この間のお山に行きましょう。あ、ズボンや、ズボンに巻いてる。こんだけね、罠4つも持ったらね、かなり重たいですね。足取りは重いが気持ちは軽いということで、はいはい、やっていきましょう。お、なんかおる、ハエがおる、ハエが。それからどうしたの。ということで、はい、こんな野生動物の出会いも感じつつ、ね、はい、山に来ました、うん、ここいいですよね。で、ははは、ここにかけようかなと思ったんですけど、こうやって丸太があって反対側にも丸太があるから、これね、やめとこう。はい、ということで、はい、今度はさっきのとこからちょっと離れたとこに来ました。ねえ、綺麗なとこ。この杉の葉っぱ、うん、何もないとこに、うん、ここにかけようと思います。こんなとこに来るかな。ここにかけようと思います。はい。今回私がするのは、一箇所に餌を集めて罠をかけるというやつですね。まあ、あれで言うと逆小林式、なるほどね、逆小林式、逆小林式みたいな感じになるかと思います。なるほどなるほど。こうね、杉の3つのとこで3つともに罠をかけようというやつですね。はい、頑張って今罠をかけてますが、はい、この人は今季初めての罠かけなのでとても時間がかかっています。早くそして季節は真夏なのでめちゃくちゃ汗をかいています。あ、なるほどね。わかるんですけどね、これね、かなり警戒されています。すごい警戒されるね。せやで、はい、そんな感じです。せやで。で、次こっちね、はい、はい、ここも同じようにでね、2個目、2期目はね、めっちゃ時間がかかった、はいはい、うん、めっちゃ時間がかかったよ。まあ、早送りしてるから分からんけど、早送りしてるな、早かったでしょう、うん、はい、で、お、まあ、お、上手上手、お、上手上手上手、あとはもう違和感なくというかね、違和感を遺憾なく発揮して、あ、何何、違和感ないのを遺憾なく発揮して、あ、何何何何何何出してもらおうかなと思います。何何、はい、怖いよ。ここはね、はい、あれね、あの埋め込み式、二重パイプ式のやつで、はいはい、はい、オッケー、早かったね。それからどうし、はい、そういうことで、はい、ここの3箇所、1、2、3箇所ですね。はい、ここへかけました、はい、ここのど真ん中に豚を豪快やな、いかんなく置いてですね、いかんなく、いかんなく中入れたということで、ここを置いて、はい、これを食べに来る鹿さんを食べようと、はい、いうことで、この3つに罠をかけてます。それからどうしたの。はい、ということで今回はこれで終わりです。ふぃ、はい、ね、と高評価、チャンネル登録お願いします、お願いします、みたいでしょうね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さっきのおじさんも言ってましたがね、うん、チャンネル登録、いいね、コメント、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。本当に、楽しく読まさせていただいてます。でね、うん、全部にコメントをしてると思うんですが、うん、コメントしなかったら本当に、うん、コメントしないでって言ってください。本当にごめんなさい。ごめんなさいね。多分してると思います。してるかな、わからんけど、はい。そういうことですね。はい。はい。はい、肉親のコメント以外は多分全員コメントしてると思いますので、よろしくお願いします。怖いな、肉親からのコメントは怖い。ね、逆小林式、はい、なんかの雑誌に、雑誌かなんかに書いてて、うん、あ、これ面白いなと思って知ってます。ね、かったら面白いね。やってみてくださいね。はい、やってみてください。これ多分めちゃくちゃ警戒されるので、うん、まだ最初みたいにそのすごいぬかを最初巻いといて、はい、で慣れさすのが、うんうん、まあいいかなと思ったりします。そうだね、そうだよね、はい、また見てくださいね、見てくださいね、せーの、バイバイピピー。 Oh, but just keep it off the air やるさない日々 Cause all the 悪い夢を見たい